今世紀最大、新たな戦いが幕を開けた。なので深い意気込みは、いや、もう勝つ気しかしないです。これで、これ食って勝ちます。ドーピングですか、それは。ドーピングではありません。栄養補給です。ドーピングって言うとそれ引っかかってません。大丈夫です。減量は厳しかったんですか？そうですね、ちょっと水も飲めない状況で、本当に久しぶりのこの食事が、体のこの筋肉たちに、すごく筋肉たちが喜んでる感じがしますね。見ろこの筋肉を、喜んでる。モコ選手は、カイト選手をどう見てますか？いや、あんなのはもう毛も生えてないようなやつに、私はもう勝てる気しかしそう、でも10歳下だよ、もう経験値が違うから負けてらんないし。今日の試合期待してます。待ってるよ。今最高です。調子が良さそうですね。絶好調です。仕上げてきましたからね。じゃあ今日は体調万全ということで。万全ですね。負ける気がしないですね先ほどちょっとリハビリされてたようですけど、はい、疲労感はゼロですね。もうこの試合の意気込みはバッチリです。相手選手のマコさんに対してはどのような思いで？マコさんがこの間ね、あの、私勝負ことでは負けたことないって言うてはったんで、今日は、ね、敗北の味を覚えさせて帰りたいと思いますよ。じゃあ試合期待してます。お願いします。第1回WHA 手押し相撲大会、マコバーサス丹羽麻子。アコーナー、はい、チャレンジャー丹羽麻子。続きまして、現初代チャンピオン、アグコーナー、マコーシュやばい、マジで緊張する。3ラウンド、キラーク2分、2ラウンド選手の勝者。OK。ベッドに手をつくのは片手つくとイエローカード、2回つくと両手一気についても OK。 OK。 じゃあ僕の先生どうぞ。ラウンド1、ハンズアップ、レディー、ファイト。誰測ってんの？俺測った。やばい。待って、ミスする。セロ、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 イケイケ。待って、待って、待って。届かないよ。待って。ファイト、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 ファイト。届かない。怖い、怖い。待って。ファイト、セロ。届かない。
ねえ。大丈夫。立ち方見て。次で勝者が決まっちゃいますよ。いいですか？OK？ OK？ よし。ファイナルラウンド。ファイナルラウンド。ハンズアップ。レディー。はい。イエッ。ねえ、ナイスで届くやろ。せめろ、せめろ、せめろ。おーおーやばい、両手じゃないとダメなんだっけか。え、片手でもいいのこれ。いいよ。あ、いいの。お、片手でいい。2人ともレッド、せめろ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 。いけ。やばい、届かない。いい感じ。うわやばい、泣いてる。やっぱね、いや、そんな若造には負けてらんないんすよ。一番初めはね、勝ちをちょっと与えてあげた方がいいから。攻めの姿勢は良かったけどね。フェイントかけられました。全然届かないんだけど。ナイスガス、ナイスガス。よし、あ、面白かった。エキシビジョン、うん、エキシビジョン、エキシビジョン、エキシビジョン、なん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 。はい、2分かかって。なおって、なおって。オッケー、オッケー。1ラウンド回、おい、2分、オッケー。1本勝負。エキションマッチ。怖いよ、まださ。なんかちょっとスイッチ入れやがったんだけど。アンザップ、アンザップ。レディー、ファイト。もう過ぎた。全然届かない。押してごらん、ほら、押してごらん。全然届かない。戻ってきたよ。あ、マジで。待って、それきつい。体幹のあれが効く効かないが。やってみる。折れてる。なんでよ、やる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 。エキシビジョンマッチ、楽しんで。ノーヘル、オッケー、オッケー、ワンランド、一本勝負、オッケー、オッケー、ハンズアップ、レディー、ファイト。あ、でも体力強い。すごい。でも押し強いんだよね。うん、強い。強い。そうだよ、そうだよ。うん。攻めたら勝てるよ。攻めたら勝てるよ。攻めたら勝てるよ。あ、無事。宮迫選手、試合お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の試合振り返っていかがでしょうか。今日は完敗でした。第1ラウンドはもう攻めて取れたんですけど、第2、第3と体幹の、自分の体幹が弱いっていうのが、ね、出た試合でしたね。範囲はやはり、宮迫さんの体幹の弱さっていうことですか。体幹とあとメンタルの弱さもありますね。そこが真子選手に劣っていたところですかね。真子さんやっぱメンタル強かったです。現代のもので決め強かった。じゃあ次回はもう考えてますか。次回もね、次回はしっかり勝てるようにリハビリ頑張っていって体幹を強くしていこうと思います。じゃあ次回も期待してます。お疲れ様でした。ありがとうございました。シュベ先生、お疲れ様です。お疲れ様でした。どうですか、今日の試合を振り返って。いや、もうちょろいっすね。ほんとちょろいちょろいちょろい。本当に1回目は負けてあげたって感じですかね。宮本選手、どうでしたか。
まだまだだね、ほんと。やっぱ毛も生えてない若造だから、まだまだこの貫禄のある私には、もう一生勝てないと思います。じゃあ、次回までは余裕そうですね。余裕、もう指一本で倒せるよ。ピュンピュンって、ピュン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 って。まあでも、いろんな挑戦者待ってるので、ぜひ来てください。では次回も期待してます。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。